こんにちは研究員の沖松と申します今回は創立150年記念特集時代を語る洋画たち東京国立博物館の隠れた洋画コレクションの展示をご紹介させていただきます東京国立博物館東博といえばおそらく一般的には日本東洋の個別コレクションのイメージが強いと思いますしかし 早々期の頃から、欧米作家の作品を含む洋画も多く収蔵しています。それらの大多数は、制作とほぼ同じ時か、十数年以内に収蔵されており、その当時においては、現代美術といえる作品でした。今回の展示では、それらの作品の中から、まとまって展示される機会の少ない二十二件を選び、その収蔵経緯に着目して、 1>, 1世界とのつながり2同時代美術とのつながり3社会世相とのつながりの3つの視点から展示をしています。それでは早速展示を見ていきましょう。まず1世界とのつながりです。明治5年年に 旧湯島聖堂大聖殿での博覧会を機に補足した東博は当初から万国博覧会への参加や海外の博物館との収蔵品や各種産物の交換事業などを通じて世界とつながっていました。ここでは1879年に当時のグラスゴー博物館と文部省博物局との間で公益振興を目的に行われた産業見本を中心とした交換事業の中で グラスゴー博物館から贈られた油彩画の中から2点と初代駐日オランダ大使から帰国に際して友好の記念にと贈られた作品を展示しています。こちらの「夕日の港は」は17世紀のフランス古典主義の画家で風景画家会計画家としてローマで活躍したクロード・ドラン作品の模倣作です。イギリスでは 17世紀初頭から19世紀初頭まで富裕層の子弟が学業の終了時にフランスやイタリアなど当時の文化の先進国で実地に政治文化芸術などを学ぶために行ったグランドツアーと呼ばれる大規模な国外旅行が流行りました。そのの中でで古典的風景を描いたロラン作作品もも人気が出て模模写・模倣作までも 新調されました本作品はそうした当時のイギリスにおける文化を具体的に伝える実例としてとても貴重なものと言えます。ちなみに本作品を含めたグラスゴー博物館寄贈・油彩画24点とイギリスの作家を中心としたその他の油彩画19点合わせて43点が大正11年 1922年のイギリス皇太子後のエドワード8世の来日時に宿舎となった赤坂利休の装飾用として宮内省に貸し出されています本作品に現在はめられている額はその時に新調されたものです今では収蔵品をそのような形で活用することは考えられませんが当時における文化財活用事例として 興味深い事例でではありりますす次に2同時代美術のつながりですここでは19世紀末から20世紀初めにかけ当時の日本美術界に最新の西洋美術を紹介し新しい時代の美術を生み出す糧となるようにとの思いを込めて収蔵された作品。また作家を支援し 政策を奨励するために設けられた基金で買い上げられた工房美術展の優秀作品を展示しますこちらの富士山北気象はイギリスの水彩画家アルフレッド・パーソンズの作品です彼は明治25年1892年に日本を訪れ各地を回りながらその風景を描きました 高原・草原、湿原といったいわゆる名所旧跡ではない手つかずの視線の景色を描いた点が特筆されます。本作品もその時に描かれたものの一つで高知特有の低く垂れ込めた雲の涼感、万夏の頃の高原の空気感、空間の広がりなどが見事に描き出されています。彼はイギリスに帰国する前に 今の東京芸術大学の前身である東京美術学校で、それらの作品による個展を開きます。後に、日本の水彩風景画家として名をなす三宅国旗や丸山晩花、大下藤次郎らも、それらの作品を見て影響を受けたことを語っています。そして、当時の美術学校の校長は、帝国博物館の理事でもあった小倉角三でした。 岡倉は、その古典の様子を見て、日本の画家たちの参考として、役に立つものとして博物館に収蔵すべきと考えたのでしょう。直接パーソンズに交渉して購入した経緯が記録に残っています。また、売却を承諾したパーソンズですが、イギリスでの展覧会のため一旦持ち帰り、終了後に日本に送られたこと、額縁は、 パーソンズの方で仕立てられたことも記録から伺いますさらにそれを裏付ける上野パークアートスクールのプロフェッサー岡倉宛の宛先ラベルが今も当時のまま額縁の裏面に残っていますまさに時代の証言者と言えますまたその下の方に開花随銀サロン東二の間と書かれた張り紙があります これは先にお話ししましたグラスゴー博物館寄贈作品とともに赤坂離宮装飾用に貸し出された折の使用場所を記したものであることが当時の貸し出しリストと照合することで分かりました。ちなみに今回一緒に展示しているノドロフ・ウィッツマンの「水汲風ブラバンの夕暮れ」には貼り紙はありませんが 貸し出しリストの中に一致する名称と列品番号が見出されるのでこちらも同時に貸し出されたようです最後に三社会世相とのつながりです今までの作品は記録から収蔵経緯がある程度わかるものでしたしかしコレクションの中には購入や寄贈といった受け入れ形態の違いは分かっても 具体的な収蔵経緯背景が分からずなぜ収蔵されたのか不思議に思われる作品もあります。ですが作品内容と収蔵した時の前後の社会情勢や世相そして東博の歴史を合わせて紐解いていくと収蔵経緯や東博のコレクションとしての意義を推測できるものもあります。ここのの章ではそうしした作品を展示していますこちらの 画家とその妻はレンブラントによるエッチング作品ですそもそも今回の展示はなんでレンブラントが東白にという疑問が出発点となっています博物館に入ってすぐの頃初めて見たときはこんな作品もあるんだと東白の懐の深さを感じるとともに他の収蔵品の中で唐突さも感じましたしかも寄贈や 管理買いという受け身の収蔵理由ではなく購入という積極的な収蔵理由ということで経緯がとても気になっておりましたしかし東博の中でも他の収蔵品との関連がつけにくく小さい作品のため展示に使いづらいということもありますし私自身西洋美術や専門外ということでそのまま20数年が過ぎてしまいましたそれで今回 150年の記念の特集ということで、普段、単独ではなかなか展示しづらい作品を集めた展示を組んで、紹介させていただいた次第です。まず、作品の心眼ですが、これについては、国立西洋美術館版画素病室の中田明日香主任研究員に見ていただき、さらに、中田様のご仲介で、レンブラントの版画作品の専門家である、アムステルダム 国立美術館版画室のヒンテルディング氏のご意見もいただきまして同種の図像を持つ版画の第二ステートあるいは第三ステートであるという見解といたしましたちなみに第二ステートと第三ステートの違いは向かって右側の耳と帽子の間の影の部分の線の粗密にあるようです。そしてて購入理由についてですが 記録上からは購入元しかわからず購入元に関する記録も詳しく残っていません手がかりは購入時期くらいですこの作品は戦後の昭和25年1950年の購入です博物館ニュースを検索していると昭和20年代30年代に東博の表形館及び本館で収蔵品ではないですが 他の西洋画の作品に混じってレンブラントの作品を度々展示していることが知られ、彼の生誕350年にあたる昭和31年、1956年には、記念の講演会を東伯で行った記事も見られます。そこで、改めて漢のこの時期の動きを見直してみると、昭和22年、1947年、5月に、 宮内省管理課の提出博物館から国立へ移管されますそして日本に常設の近代美術館が設立されるまで表敬館を日本および西洋の近代美術の常設展示室とする方針が出されますその翌年昭和23年1948年6月から表敬館で日本西洋の近代美術および 西洋の19世紀以前の作品も含めた展示が始まります特に19世紀以前の西洋画に関しては国内の所蔵家から借用して展示をしていたようですその中で注目されるのは昭和23年1月にドラクロワの聖母の教育を購入していることです1970年に西洋美術館へ管理替えとなっていますが昭和30年代までは 当館の西洋美術の展示で活用されていましたこちらも購入経緯は分かりませんが昭和23年1月という時期からすると6月からの表形館での西洋美術の展示を意識したものであると考えられますそうした中昭和27年1952年に東京国立近代美術館が開館さらに昭和29年 1954年に第二次世界大戦後フランス政府の所有となっていた松方コレクションの返還条件として示された専用の美術館設立に向けた動きが本格化して昭和34年1959年に国立西洋美術館館が開館します。その間も表敬館での西洋美術の展示は続けられ西洋美術館開館後も昭和43年 1968年にはレンブラント名作展が東博で開催されていますこのように見てくると戦後近代美術西洋美術に関する国立の常設展示施設が求められていた中での東博が担っていた役割の大きさと当時の職員の気概がニュースの記事から伺い知れますまた同時にレンブラントに対する思いの強さも感じられます ちなみに今回一緒に展示を担当した東京文化財研究所の吉田晃子研究員が見つけたところでは白樺1914年正月号2月号でレンブラント特集が組まれ2月号の表紙に本作品と同じ図用のレンブラントとサスキアの図版が使用されていました。その図版の原本が本作品がどうかは分かりませんが主要な作品としてある程度認知されていた状況がうかがえます。 そのような背景を踏まえると、レンブラント生誕三百五十年に向けての時期に、ちょうど縁あって本作品を購入できる機会があり、購入に至ったのではないかと推測をしております。すべての作品をご紹介したいところですが、各章の中で代表的な作品のみをご紹介させていただきました。今回の展示が、東京国立博物館が、 常に作品を通して時代とつながりを持って活動してきていること、さらに、時には時代の先端を行く活動をしてきていることに思いを馳せ、博物館の活動に関心を持っていただく機会となりましたら幸いです。ご視聴ありがとうございました。